生駒,市生駒市は奈良県北西部に位置する市、江戸時代に創建された生駒聖典、宝山寺の門前町として発展した。現在は大阪市、奈良市のベッドタウンとして知られ、また大阪都市圏の10%都市圏に属し、大阪都市圏中心部への通勤率は県内で最も高い自治体でもある都市雇用圏。そして2010年、 平成22年国勢調査において県外就業率が約56.2%と全国の市町村の中で最も高い比率であることが分かった。また現在奈良県内で唯一遊園地が存在する。奈良県の北西端に位置する。南北に細長く、生駒山地や八田丘陵などの山々に囲まれた山間の町で市街地にも小高い丘や山が点在し、 平地の乏しい複雑な地形をしている。府尾川流域である市北部、旧北山戸村と山戸川、水系立田川、生駒市内では、生駒川流域である中南部、旧生駒町の間は小高い山及び丘で行き来しにくく、中南部では高度経済成長初期に都市化が始まったが、北部は1970年代後半になってから開発され始めた。 そのため早くから都市化の進んだ中南部と新興住宅地としての北部とでは様相が異なる。その例として中南部は市内の駅、主に近鉄伊駒駅を利用するのに対し北部、特に北東部は奈良市内の駅、主に近鉄学園前駅を利用する傾向があり生活圏が奈良市である。一方、市北部は 関西文化学術研究都市の区域に指定されており、アクセス路線として近鉄京阪な線が2006年に開通したことで、この傾向も徐々に変わりつつあり、それまで学園前駅を利用していた人々が京阪な線利用にシフトする流れが見られる。地域は決して広いとは言えないが、前日のような事情のために自動車やオートバイがないと市内の移動も大変である。 平地が少ないために傾斜地も住宅地として開発せざるを得ず、生駒山ですらかなり上の方まで住宅地化している。それゆえ、一般的には観光用として付設されるケーブルカーが、生駒市においては通勤、生活路線としても機能するような状況である。山に囲まれた地形のため、台風の被害はかなり少ない。ただ市内を流れる川は消火線が多く、 地水対策などが進んでいないことから、洪水の危険が少なからずある。また、イコマ山地の西側には大規模な断層帯、イコマ断層帯が走っており、この断層帯は今後30年以内に地震を引き起こす可能性が比較的高いとされている。上記に、掲載のない地域は630-0200である。太古のイコマは古代豪族の一つヘグリ市の領地で、 古代から中世と時を経るごとに、ヘグリ氏の勢力は衰退し、ヘグリという地名だけが残ることとなった。奈良時代にはとであった平城系の外周に位置する、生コマ、当時のヘグリは、生コマ山のふもとに位置し、登りは在古朝と彦神社、生コマ神社、生コマ山口神社式内、大古そ大和神社社村の氏神様的存在でもって、近代の山戸国ヘグリ郡南北イコマから、 奈良県伊駒郡伊駒町へと地名の変貌を遂げて行ったものである。古代、中世の伊駒は山間の寒村に過ぎなかったが、伊駒山地は山岳修行の場として開かれていった縁の行者が伊駒山で暴れていた二匹の鬼を改心させ、弟子にしたという伝説がある。一帯は、南都と大阪を結ぶ街道としての能し、それらは現在でも、清滝街道。 原国道百六十三号、安越奈良街道、原国道三百八号としてかすかに当時の雰囲気を伝えている。演技式新名町には大和国へぐり郡に、上りは在古朝戸彦神社、旧式内官兵大社伊駒神社、伊駒山口神社が記載されている。室町時代に、市の北部、高山町周辺を支配していた洋山市は、総勢の時に、茶の湯の道具として、 茶船を考案し、このことにより、現在、生駒市の名産品となった。江戸時代に入り、1678年、遠方6年に、深市会立市が、霊峰、生駒の中原に、宝山寺を解散すると、にわかに商売の神様として、大阪庶民の信仰を集め、門前町としてにぎわった。京都の皇室や江戸の徳川将軍家、 郡山藩主柳沢家からの祈願もあった。この頃から大規模な住宅地建設が相次ぐなど都市化が本格的に進み、人口も急増し県内有数のベッドタウンとなった。2007年4月に前市長の中本光一、現職市議会議長の坂井隆氏が、生駒市発注の足湯の公共事業や、総合スポーツ公園用地売却に関して、圧戦収賄等で逮捕され、 大阪地裁、高裁、最高裁とも実刑の有罪判決が下される。なお、中本は2012年5月10日に肝臓癌で死去している。山下誠前市長のもと、市民投票条例案について検討がなされたが、同条例案の投票資格者に18歳以上の国民及び一定の要件を満たした18歳以上の定住外国人も含んでいる。これについては、 事実上の外国人人政権付与との意見もあるが、投票結果に拘束力を持たすものではないため、間接民主主義を補完するものとして捉える意見もある。2017年には、大阪ガスなどの出資を得て、地方公共団体と大手エネルギー会社発の共同による、地域公売電気事業者いこま市民パワー株式会社が、設立され、小紫宮菱市長が、社長に就任した。 なお、衆議院議員選挙の選挙区は、奈良県第1区、奈良県議会議員選挙の選挙区は、生駒市選挙区、定数、4となっている。ベッドタウンの性格上、小売業が中心である。商業施設は、近鉄生駒駅周辺の商店街やデパート、国道168号沿いの、いわゆる郊外型の大型スーパーや量販店、京阪な先進駅周辺のファッションビルに、 集中していたが、旧来の商店街も、100円商店街などの取り組みを行うなど、活性化に向けた取り組みが見られる。なんと銀行の視点を除くと、有人店舗は、近鉄井駒駅前周辺に集中している。国内4大銀行のうち、三菱 UFJ 銀行のみ有人店舗が存在しない。なお、大阪銀行では、 水穂銀行以外の都市銀行産業が出展している。地域は多数、大阪府富田林市、松原市、美濃市、奈良県か市原市などあるが、この産業の組み合わせで出展している。市町村は他ない。2014年6月現在、生駒市内の郵便番号は、630から 01XX、630から 02XX。 いずれも生駒郵便局の集配担当となっている。なお、630から 01XX 区域、高山地区などは民営化以前は、高山郵便局が集配業務を担当してた、生駒郵便局の項も参照。平成27年国勢調査、速報値より、前回調査からの人口増減を見ると、1%増の118,297人で、あり。 増減率は、県内39市町村中3位。奈良県統計、大阪のベッドタウンという性格上、大阪府下の学校や企業に在籍する市民も多い。大阪市内の鶴橋駅までノンストップの、快速急行が終日運転されている。代表となる駅、生駒駅、宝山寺の門前町という性格上、宝山寺関係の祭事が多い。 生駒市は放送関連施設が多数あり、生駒山には NHK 大阪や関西順、キーテレビ局などの親局送信所、生駒市は朝日放送テレビ、読売テレビのみが立ち並ぶほか、奈良県北部一円にエリアを広げる、KCN 近鉄ケーブルネットワークの本社、スタジオも生駒市に存在する。その他、1978年から1986年に、 かけて、世界初の CATV を利用した、双方向映像配信実験、ブイ o v i s 実験が行われた。実験区域は、東生駒駅周辺で、実験用の放送センターは、東生駒駅前に設けられた。建物は、現在も KCN のスタジオとして使われている。また、駅前には、記念碑が立っている。 2003年より開始した地上デジタル放送においても、関西、在阪テレビ局デジタル送信所の多くが、生駒山に立っている。なお、毎日放送は、デジタル放送の送信所を、アナログの東大阪市から、生駒市移した。奈良テレビ放送は、デジタル放送の送信所を、アナログの山和氷山市、松尾山から、生駒市、生駒山奈良県寄りに移した。 ラジオ放送については、NHK 奈良放送局の NHKFM 放送が、生駒奈良北中継局を設置する。民放は、奈良県には、近畿地方では、三重県と、同じく県域放送局そのものが存在しないが、コミュニティ FM 局の奈良。FM が、生駒市内に送信所を、広域局である朝日放送ラジオの FM 補完中継局が、生駒山頂の生駒市側に設置。 テレビ送信書に併設する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。